関東学院中学校高等学校は神奈川県横浜市南区三春台四番地にある私立中学校高等学校。横浜バプテスト神学校が起源の完全中高一貫校。高等学校の入学者一般募集は1990年を最後に行われていない。BEA マンサーブザワールドを校訓とし、礼拝、聖書教育も重んじている。 高等学校卒業後は、ほとんどの卒業生が、大学や専門学校に進学する。系列大学である、関東学院大学への進学数は多くはない。また、中学卒業後、関東学院高等学校以外の高校に進学する学生も、若干名存在している。これには、学力レベルや、生活態度などが、高等学校に進学できるレベルに、ないと判定され、 やむを得ず外部の高校を受験して進学するドロップアウト型のケースとよりレベルの高い高校を志望しそこに受験して合格し進学するという上位志向型のケースの二通りがある。1985年当時中学だけでは定員が確保できず高校からの募集も行っており制服の変更や英語教科書にプログレスを採用するなどして低迷化の 歯止めを図った。2000年前後に東京大学合格者を出す進学校として数年だけ復活したが、ゆとり教育修正を公立学校並みに取り入れたため、進学実績は1985年当時に逆戻りし、志願者の大幅減となった。志願者減に歯止めをかけるため2008年度から週6日制に戻している。 2018年度から2期生になり授業時間の増加、英会話教室ベルリッツジャパンと連携した、ベルリッツメソッドによる外国人講師による英語のみを用いた、総合的学習の授業も加わった。神奈川県横浜市南区三春第4、交渉観覧の花制服現在の制服は1985年に採用された。特に女子の制服は全国的にも、 チェック柄のスカートエンブレムが流行り始めた最初の頃に採用され、採用当時は首都圏でも現在のような制服は数校しかなかった。中学生女子は赤のリボンに赤チェックのスカート、高校女子は緑のリボンに緑チェックのスカート。中学男子は赤ネクタイ、高校男子は紺のネクタイ全校男子紺のスラックス。セーター、ベストは紺、黒、グレーの3色。 ありがとうございます。